違うけど、そんな感じ。町にでも一緒にどうかなって。もう、煮え切らないダーリンも素敵。分かったわ、今すぐ出かけましょう。うわ、ちょっと、そんなに引っ張らないで。それじゃあ、どこに行こうかしら。どこって言われても…考えたら俺、まだ町の店とかよくわかんないんだよな。あら、そうなの？うん、町に出るのって、休日にルイズの買い出しに付き合わされる時くらいかな。それはかわいそうな話ね。じゃあ今日は私が案内してあげようかな。あ、そこのお姉さん綺麗だね。どう、俺とそこの砂防で。残念、今日は連れがいるのよ。また今度ね。え、あ、ちょっと行きましょう。この辺の露店は結構いいアクセサリーを扱ってるのよ。おお、そこのお嬢さん、私の指輪があなたと共にいたいと囁いております。あら、それは光栄ね。次に巡り会えた時ご一緒できたらいいわね。なんと釣れない。行きましょう。ああ、あっちは酒場。この辺の店は昼の間は普通の飲み物を出すの。結構いい感じのところもあるわ。ええ、喫茶店みたいなもんか。よっ、べっぴんさんだね。どうだい、俺とあそこで一杯やるってな。お姉ちゃん、おごるぜ。あら、ありがとう。でも、日の高いうちはお酒は控えてるの。じゃあね。おい、行きましょう。あ、改めて言うのもなんだけど、ヒュルケってモテるよな。言葉と取っておくわね。ちょっと聞きたいんだけど。俺のことどう思ってる？あら、気になる？まあな。そうね、好きよ。大好きね。いやーね、私はいつでも本気よ。もちろんダーリンの気持ち次第だけどね。それより今度はあっちの店に行ってみましょう。割といい感じの洋服屋があるのよ。ああ、キルケ、ちょっと待ってくれよ。いつも朝からお仕事がありますので、この時間に起きてるんですよ。
すがシエスタ、尊敬するな。そんな私なんてまだ全然。あ、そういえばルイズってまだ来てる？今のうちに朝の支度をしないと。あ、ミスバリエールはもう起きてるわよ。まったく、ご主人様をほったらかしにしてぐーぐー寝てるなんて一体何様のつもりかしら。なんで今日に限って早起きなんだよ。普段は寝てる時間だろ。うるさいわね。本当はこのくらいに起きてるのよ。ミス・バリエールは私が起きる前にはもう起きていたんですよ。俺を見張ってたとか。え？なんで？俺はお前がシエスタやハルナのことを心配して見張ってたのかと。なんで私が使い魔の行動を逐次監視しなくちゃダメなのよ。第一、サイトは何かをするつもりだったの？いえ、そんなことは。そんな粗相をするはずがありません。ええ、天命に誓って。そう？ならいいけど、もしちょっかいを出していたのならそれ相応の罰を受けてもらうからね。そういえば、春野はまだ寝てらっしゃるようですけど。全然威張れた話じゃないからな。あの、ハルナさん、あら、どうしたの、シエスト。ハルナさん、顔色が悪いです。それに、熱も出てるようですし。ヒラダ君、ウィルさん、シエスタさん、ごめんなさい。ちょっと何謝ってるのよ。しっかりしなさいよ。なんだか体がだるくて力が入らなくて。わかったから、もう話すな。ごめんシエスタ、モモランシーを起こしてもらえないか。はい、わかりました。まったく、朝から人を叩き起こすなんて困った人たちね。確かに協力するとは言いましたけど。ごめんな、モモランシ。で、ハルナの具合はどうなんだ？まだ環境の変化に馴染めなくて熱が出ちゃったみたい。昨日体調が良くなっていたみたいなんで油断してたわ。しばらく安静にしていた方がいいわね。すみません、ご迷惑をかけて。そう思うのなら早く元気になることね。はい。それよりそろそろ授業に行かないといけない時間だわ。あら、やだ、早く部屋に戻って準備をしないと。今日はルイズが早起きしたからまだ余裕あると思ったのに。いいから、さっさと授業に行くわよ。引っ張るなって引っ張るなって。だから。それにお前、着替えてないだろ。あ、すぐ着替えするから部屋から出てって。え、俺が着替えさせるんじゃないの？
サイトさん。ヒラガ君。最低ね。え？え？早く部屋から出てって。着替えはシエスタにしてもらうから。はい、わかりました。サイトさん、すみませんが、しばらく部屋の外でお待ちいただけませんか？グズグズしてないで、さっさと出てって。はい。結局遅刻だったじゃねえかよ。ああ、サイトが早く部屋から出てくれなかったから遅れたんでしょ。俺のせいかよ。ミス・バリエール、朝から何事かね。ならば良いのですが、もう授業が始まりますから、死後は慎むように。はい。授業に入る前に皆に注意しておくことがあります。最近爆弾使いについて耳にした者もいると思うのですが。ミスター・コルベール、あのトリスタニアで爆弾を使って破壊活動をしてるってやつでしょ。いかにも、その爆弾使いの話です。ここ数ヶ月にわたりトリスタニアでいくつもの建物を爆弾で破壊、未だに正体がつかめません。学院に被害が及ぶことはないと思いますが、トリスタニアに向かうときは十分注意をするようにとのお達しが来ています。間違っても自分たちで捕まえようなどと無茶をしたりしないように。いいですかな。うわ、物騒なやつもいたもんだな。ま、私たちには関係ないけどね。そうだな。もう捕まえに行くか。あんたね、人の話聞いてなさいよ。ミスター・コルベールがそういう無茶をしないようにって言ったばかりじゃないの。そりゃそうだけど。前回はどこまで話したのかな。ああそうだ、4つの属性についての概論の復習についてだったね。では今日はそれぞれの属性についてもう少し詳しく説明しよう。君たちも自分の属性については経験からそれなりに知っていることだろうが、それぞれの属性をきちんと把握することは重要です。すごい、みんな熱心に授業を受けてるな。遊んでるやつは見かけないぞ。やってしまうのが言葉が持つイメージにとらわれ、
属性の持つ多様性を自ら狭める行為であり、じゃ、そういうことで、あとよろしく。よろしくじゃないわよ。どうかしたかね、ミス・バリエール。あ、いえ、なんでもありません。ちょっと、バカの使い魔がトイレとか申しまして。ハルナ？俺、サイトだけど。あ、ヒラガ君？今鍵を開けるね。どうしたの？授業中じゃなかったの？ちょっと様子を見に来たんだけど。大丈夫か？まだ顔が赤いぞ。ちゃんと寝てなきゃ。俺が起こしまったんだよな。ごめんな。あ、ううん、そんなことないよ。あ、いいから、ベッドに戻って。おとなしく寝てなきゃ。うん。水は洗面器にあるな。タオル。ほら、タオルで額を冷やせば少しは楽か。うん、ありがとう、ヒラガ君。なーに、これくらいしかできないけどな。ねえ、ヒラガ君。ヒラガ君が使い魔って本当なの？あのドラゴンみたいな魔物と同じ？まあその辺については話せば長くなるけど、今はルイズの使い魔なんだ。まあ使い魔とは言っても、洗濯したり掃除したり、まあメイドさんみたいなもんかな。ルイズさんのメイド？いや、共には剣で戦ったりもしてるぞ。本当にたまにだけど。戦い？危険なことは何度かあったけど、それでもこの見ず知らずの世界で俺を養ってくれてるんだから、まあ俺のご主人様には間違いないよな。ねえ、ヒラガ君。ん？変な話をするけど、いいかな？変な話？まあ、いいけど。ヒラガ君って、こっちの世界では女の子に囲まれて随分と楽しそうだね。ちょっと寂しいな。いや、別にそんなに楽しいことなんて全然ないってば。本当ですよ。そうなの？ルイズさんとはまんざらでもなさそうだし、あのシエスタさんともずいぶん仲良さそうだったけど、なんかヒラガ君ってこの世界の人になっちゃうのかなって、寂しくなっちゃった。そんなことないって。たまたまそう見えるだけ。そうなの？失礼します。春菜さん、お加減はどうですか？
ここにいらっしゃるんですか？まさか私やミス・バリエールのいない隙に予売を観光？いや、そんなことしてないから。それにまだ夜じゃないし。そうよ、これは悪い夢、もしくは幻、ただの悪夢。そうよ、そうに決まってるわ。いや、その…忘れ物をしたんで、取りに来た。忘れ物？ミス・バリエールが何か忘れたんですか？ああ、いや、俺が忘れたんだよ。サイトさんがですか？一体何を…こいつ！おいおいおい、いきなり俺に振るのかよ。なあ、デルフリンガ、俺、ただ部屋に戻ってきて、ハルナと話してただけだよな。安心しな。相棒は本当に話してただけさ。別にやましいことなんてしちゃいねえ。そうなんですか。安心しました。ほんとほんと。せっかく部屋に二人きり。しかも片方はベッドで寝てるんだ。その気になりそうなもんだけど、まったく解消がねえな、相棒。解消がないは余計だ。とにかくそういうことなんだ。分かってくれた？はい、疑ったりしてすみませんでした。いや、分かってくれれば。でも早く授業に戻らないとミス・バリエールがお怒りになりますよ。確かに。ハルナさんは私が見ておきますので、サイトさんは授業にお戻りください。そうだな。じゃあそろそろ行くな。イラガ君、ありがとう。ってことないって。それじゃあ、シエスタよろしくな。